さあ続いては見事勝ち越しホームランを打ちました長岡選手です。まずは今日1日明けての5連戦の初戦ですが、チームとしてはどんな話し合いがあったんでしょうか。で、まあ、5連戦の頭しっかり取って勢いつけようというのは、はい、言ってました。さあその中で4対4の同点の場面であの打席でしたが、どんな気持ちで打席に入りましたか。前の打者のミンゴがゲッツー崩れで全力疾走してくれたんで、僕も後ろになんとかつなぐ意識だけで、はい、打席入りました。変化球を粘って粘って、そして粘って最後にライトスタンドで運びましたが、バッティング振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ入ってくれてよかったです。打った後ベンチで村上選手から頭をハイタッチされるような、まあ、スワローズの仲の良さが見えた場面があったんですが、現在のスワローズのチームの雰囲気というのはいかがでしょうか。そうですね、一番年下ですけどすごいやりやすい環境でやらせてもらってますし、はい、まあ、少しもう少し優しくしてもらいます。これからまだまだ優勝に向けての試合が続きますが、最後にファンの方へメッセージをお願いします。はい、今年もあと残り19試合となりました。本当チーム一丸となって優勝に向かって頑張りますので、応援よろしくお願いします。さあ見事勝ち越しホームランを打ちました長岡選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。